こんにちは、お元気ですか？元気があれば何でもできるイブセです。今回はですね、ガーシーという国会議員について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。まあ、前々回ね、ガーシーについてはね取り上げたんですけれども、今回ガーシーがですね声明文を発表したんですけど、それ読んだ時ね、私正直ちょっとね笑っちゃいました。はい、皆さんね、この声明文ね、全文紹介しますので、皆さんの反応をねぜひねコメント欄に書いていただけると幸いでございます。ガーシーが今回面白い声明文をネットに投稿したみたいです。正直読んでみて笑っちゃいました。笑っちゃう人は私以外にもね いたみたいですね。こんな破天荒な国会議員は今までいなかったんじゃないでしょうか。イブセさんはどう思いますかというね、このね N 国とそしてガーシーさんに一票ね、7月のあの参議院選挙で一票入れた人、今どんな気持ちなんでしょうね。入れてよかったなと思ってんのか、それともいやこんなやつにね入れて本当後悔してるよっていうね思ってるのか、そこら辺ねちょっとガーシーさんに一票入れた人の意見もねぜひ聞いてみたいですね。そんな人がいましたらぜひねコメント欄にね書き込んでいただけると幸いです。それでは早速行ってみましょうね。現在ドバイに滞在し臨時国会を欠席するとして海外渡航届を提出したガーシー議員に対し、8月2日の参議院運営委員会理事会が全会一致で海外渡航届を許可せず国会出席を求めることを決めていました。そして臨時国会がね始まった時、やっぱり欠席ですね。国会議員の仕事をちゃんとやっているんでしょうか。いると言えるんでしょうかね。国会議員ってやっぱ国会にちゃんと出席して評決するっていうのが、まあ国会議員の一番大きなあの仕事だと思うんですよね。まあその他ね法案作って提出したりとかね、国民の声をね吸い上げたりとか、まあ、いろんな仕事があると思うんですけど、一番の仕事はやっぱり国会ですよね。それをやらないっていうのはどういうことなんでしょうかね。どういう神経してんのかなっていうのはちょっとねそこら辺ちょっと私も疑問なんですけどね。まあこういうね結論が出たっていうことに対してガーシー議員は猛反発して声明文をネットに投稿しました。かなり破天荒な内容です。ネットの反応を見るとほとんどが否定的な意見ばかりで擁護する声は見当たりませんでした。この声明文を読んで、ガーシーを擁護する人はほとんどいなかったですね。で、またガーシーさんね、きりたんぽさんのね、キスシーン動画をね、投稿したりなんかして、これもまた非難浴びてますよね。ガーシーさん、どんな神経してるんでしょうね。そこら辺ちょっとね、私疑問なんですけれどもね。ガーシー議員は著書「死なば者とも」幻冬舎からね出版されております。その中で「俺は悪党や正義の味方やない、悪党にしかできない方法で腐り切った連中を地獄に落とす」とそう述べていますね。悪党だってもう開き直っちゃってるってことですよね。つまりダークヒーローというスタンスで今後も行くみたいです。国会議員としての職務を放棄し法律を無視するのは許されるべきことではありません。その通りですよね。法律無視しちゃいかんですよね。まあガーシー議員にしてみれば法律の方が間違っているし、国会議員はこうあるべきだというこれまでの規制概念が間違っていると言いたいのでしょうね。まあだからこそまああえて法律を破るという、まあね高校中学校の時もねあえて校則を破るっていう生徒いっぱいいましたよね。まあそうやって不良のふりするみたいなね、不良の道にどん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 入っていくっていう人いましたけどね。なんかそういう人とねちょっとねガーシーがこうね二重寿司になっていくんですけどね、そんな風に見えてしまうんですがね、どうなっていくんでしょうね。ガーシーさん善か悪か、ガーシーさんが善か善人なのか悪人なのかって聞かれたらやっぱり悪人なんだと思います。まああんまり友達になりたくないタイプですけどね。まあでも一人くらいこういう国会議員がいてもいいのかもしれません。まあそんな風に私は思っております。
まあこの人ね、ひょっとしたらもうね、日本っていう国をね、ぐっちゃぐっちゃに壊してくれる。またね、権力を持った大物政治家の暴露ネタをね、どんどん出してくれるとね、嬉しいな、面白くなるな、なんて思ってるんですけどね。でもね、またディープな連中に利用されてですよ、日本の政策を動かすためにそういう大物政治家を失脚させるみたいな、そんな風な動きになるとやっぱりやばいと思うんですよね。そこら辺ガーシーさんちゃんと考えてるんでしょうかね。ガーシー議員が言うように、腐り切った連中を地獄に本当に落とせるなら落としてほしいと思います。特に今言うようにディープなね、ディープなステートのね、ディープな人たち、そういう人たちとつながっているような、そういう政治家を落としてほしい。本当に日本のために命を懸けて戦っている政治家を落とすのはやめてほしいなっていうのはちょっと私は思うんですけどね。そこら辺のね、このね、選別ちゃんとできてるんでしょうか。ね。そこら辺ちゃんとね、選別していただければなと思うんですけどね。正義の人が日本からいなくなったら日本本当ダメになっていきますよ。それでは声明文の全文をですね、紹介したいと思います。もうこういう過激な言葉でガンガン書いてますね。アホらしい。お前らに参議院議員にしてもらったわけでもないのに偉そうにすな。俺の議員としての存続を決めれるのは票を入れてくれた支持者だけや。居眠りこいてるジジイやゴルフや飲みすぎで議会欠席しているジジイ。パパ活不倫している奴らに言われる筋合いはない。ね、すごい過激な言葉ですね。俺の存在が疎ましいのはわかるけどな、人のことばっかり気にしていると足元すくわれんぞ。明日は我が身、この言葉よう噛みしめて俺に攻撃してこい。つけば、吹き飛ぶようなジジイ相手に喧嘩したないねん。海外にいてもできることは要件ある。海外やないとできひんことも要件ある。要件ってね、たくさんあるっていう意味ですね。日本にいても何もせん、人の荒探ししてる老害ども、ええ加減に身引いて次の時代の若者にバトン渡せや。もうお前らが作った時代は完成してん。次の新しい時代をまた築くのに、お前らはただただ邪魔な存在なんや。そのあたりよう理解して最後の議員生活満喫せや。リモートでも当選することを立証した。まあ確かにそうですね。それが次の選挙にどうつながるか、お前らにも分かるような未来が訪れるわ。 SNS をろくに使えんやつは当選せえへん時代がもうそこまで来とるわっていうね。うん。それは俺を議員辞めさせようが続けさせようが変わらん未来や。ジタバタせんと俺の攻撃を待っとけな。政界に嵐を吹き込んだるから。当選された皆様、初登院おめでとうございます。いつか俺が初登院した暁にはクラッカー鳴らす用意しとってください。わら、古い時代を踏み台に新しい時代に足跡をつける、俺の好きなミュージシャンの言葉、それを実践したるから、支持してくれたみんな期待して歓喜に震え待っとけよ。ほなのっていうね、関西弁ですねこれね。ちょっと過激な言葉がねいっぱいありましたけどね。ひょっとしたらね、ネットの声をねいろいろ探したんですけどね、みんなね批判的、国会議員にあるまじき行為だみたいなね、そんな声ばっかりだったんですけどね。この声明文に共感する声はほとんどなかったですね。見つけられなかったんですけど、どうでしょうか。あなたはこの声明文読んで、共感できますでしょうか。まあね、こんな喧嘩越しの声明文をねよく発表できるなっていうのが私の正直な感想です。過激な言葉を使って敵を作り、そのことでまた炎上させようという腹積もりなのでしょうか。まあ、ちょっとうがった考えするとね、これでまた本が売れるわけですから笑いが止まらないでしょうね。まあでも俺は悪党だって本人が言ってるように、悪の道にどんどんはまっていくように思うのは私だけでしょうか。いかがだったでしょうか。まあ、あなたはね、このガーシーみたいな過激な言葉を使わないでくださいね。そしてどん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 ね、
ね、いろんな人たちの暴露していくっていうのもね、ちょっと危険が伴いますからね、決して真似 してはいけませんよ。常に敵を作り、常に喧嘩してなきゃいけない人がどんな最後を迎えるのか、ガーシーの姿を見てですね、参考にしていただければと私は思うんですけどね。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もね、ぜひぜひよろしくです。最後までね、ご清聴ありがとうございました。ガーシーがね、ああいう風に敵を作る人がね、どんな風な人生を送るのかね、しっかりとね、見届けていきたいなと思います。